天空展望台もあります。ちょっと覗いてみましょうかね。さあ誰か会うかね。これは農業小屋かね。もう使ってありませんね、これね。使ってんのかな、ちょっとわからんね。使ってなさそうやけど。ここまだ住んでありますね。いや、どうだろう。どうなんだろうね、これ。使ってはらんかもしれんね、あの後ろの状況を見ると。これはね、道がね、綺麗だから、おそらくね、あ、車止まったよね、いらっしゃるね。これ車怖いね、横で落ちそうや。ああ、ここはもう住んではりませんね。ここは住んではらないですね、これ入りませんわ。この様子やったらやっぱりもう20年以上かね、これね。はい、この辺の家はまだ住んであるね。右行けなきゃね。そこで、そこ住んであるんだろうな。やっぱり向こうから上がるわ。これ石垣、この上、家があったのかもしれんね。こったけ石が落ちてくんの、首からこれ。なあ。これ石落ちてくんの、どっから落ちてくるのこれ、怖いね。すごい坂ではあるんだけど。これね、ここどうなんだろうね。積んであるかもしれない、ここね。あのタイヤが何年か前来たのとそのまま残ってるからさ。あら、これ自宅です。間違えました、道を。ふらふらでございます。ものすごい坂道でございます。あら、これ住んではらへんね。ここも住んではりませんか。5対5でございます。いや、6対5でございます。なんか書いてあるけどね。なんか道場書いてあるけど。行き止まりか。ものすごい音したね、今ね。なんかおりますね。なんだろう。イノシシが。そういうことやったけど、バックしてますけど、あ、ここ住んであらへんな。イノシシでございますわ。怖いけど、反対にイノシシの方がね、山に中に潜っていったんちゃうか。あの上も、住宅あったんだろうね、石垣の上。何も残ってないけど、この上も石垣の上は住宅。どうなんでしょうね。ここは住んではらへんな。無理やね。どうなんだろうね。住んではりますか。こっちはどうか。住んではらへんね。こんな急斜面やからね。どこやった？あ、ここか。あの上やね。
ものすごい命が鳴くことがガサガサガサしたんだけどね。おお、二条山見えるわね。二条山、二上山。違うか。これね。おお、事務天皇が書いた。事務天皇来られましたから。あ、ここにもほら。めいてんの？めいてんの？はいはい、めいてんのの日が。ああ、閉まってるか。はい、これ見てみましょう。おお、六甲山見えんの。風で今後が高取城跡。高取城跡はどうやろう。見えんな。あれが高取。見ます。何もわからんね。桂木さん、金剛山、二条山。ああ、こうやって見えるのか。ああ、二条山。この望遠鏡のカメラの方が綺麗に見えるわ。ね、これ、綺麗に見える。はい、降りましょう。もうクタクタでございます。はい、展望台でございました。ありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。住んではんのかね。まあ一応ね、ゴミはないから住んである可能性は高いか。ああ、二条山きれいやね。眺めよろしましたろ、きれいにね。で、あのずっと集落、あのこれは二段寺で言うんですか、あの回らせてもらって、あの随分住んでらっしゃらない家が多いですね、何軒もなんか見た感じね。ほんで、はあ、やるまぬでしかもなんか草ぼうぼうのとこ何軒もあるんやけど、そこのは住んであらん、住んであらん。だからあの奥の下の奥のところも住んであらんみたいなやったしね、うん、で上のその辺もなんか何軒かあの草ぼうぼうでね、いたりしあるもんな。今何人ぐらい住んであるんですよ、このこの前。15軒ほどあるわ。15軒ほど、ほな2人3人住んでも3、40人には住んではんねんな。年寄りばっかしゃやる。もう若いのおりまへんのか。若い人やる。少ないんですか、若い人。やる。こっから勤めてあるってやる。こっからね。で。ああ日曜日に帰ってきゃあん。ああ、最高ですね。な、うらあらへん。あ、うらあらへんのですか。ほっとくねと。もうほっとくちゅうこと。いや、家こぶってな、あらよんとかな、燃やしょったかなんやんか。家が火事いたら、だから家を、ほんなまあ山火事いた、ほんな山見た安山まあ火事やったら弁償せんなんや。せやろ。だから家をもお母さんやらやんようになったらな、もうこの家こぶつねんって。こぶして、もう潰してしまうってこと。さらちでな。さらちに、もったいないこと言うてまんな。ああ、別荘にしなはれに言わないまへんな。そんな、その言うまねで言わないから、どねなっとったいわ、言うとこに。ね、ほんまや。ありがとうございました。いらっしゃいませんでした、どうぞ。はい、ありがとうございます。また来てくなれな。はい、ありがとうございます。すみません。はい、ありがとうございました。すみません。はい、ありがとうございます。いやいや、ちょっと長話しすぎたね。いやー、なかなかね、話が終わらんもんで、今お話聞いたんだけどね、住んではらへん家いっぱいあるんやけどね、やっぱり息子さんあたりがね、土日になると帰ってきはるみたいでさ、それでね、もう売りはらへんねんで、売るかね、貸すかしたらねえのにねって言ってましたけどね、それがね、やっぱりどうもできるみたいでね。どっちから行こう。こっちから行くか。はい、こっちから降りましょう。150m。いや、展望台まで 150m。この辺の家はまだ住んではるかな。
これはすごいね、やっぱりこう見ると。もうすごい断崖、断崖絶壁の中に、ね、家があるって感じがございますからね。入台の展望台と限界集落をちょっと見てみましたけどね、ありがとうございました。よかったと思う方はチャンネル登録お願いします。ブルースカイゆかりチャンネルでした。